チェアマンは、サンヨンが製造、販売していた自動車である。W124 型、メルセデス・ベンツ E クラスのプラットフォームをベースに、総流発の高級セダンとして登場。初代はまさにベンツそのものであっただけに、ベンツの血統というキャッチコピーの CM まで存在した。E クラスをベースとしているものの、外観は S クラスを強く意識したものとなっていた。 ラインナップはメルセデスベンツのライセンスを取得し、生産された3.2リットル直列6気筒の CM600 2.8リットル直列6気筒の CM500 2.3リットル直列4気筒の CM400 の計算種でいずれも 5G パラーノックと呼ばれる5速 AT が組み合わされる。前後、レンズ周りや ドアミラー内蔵ターンランプに LED を対応し、高級感と機能性を高めるとともに、ハーマンカードン製、オーディオシステムや電子制御サスペンション、電子式、パーキングブレーキ、スマートエントリープッシュスタートシステムなど快適装備や先進装備を盛り込んだ。グレードは3.2リットル、磁気力エンジン搭載の CW600、3.6リットル、磁気力エンジン搭載の CW700、そしてメルセデス製5リットル V8 エンジンを搭載した V8.500 の3グレードを根幹に CW700 と V8.500 にはホイールベースを 300mm 延長したリムジンの CW700 リットルリムジンと V8.500 リットルリムジン並びにハイエンドモデルのサミットが用意される。 また CW700 には 4WD の CW700 リットル4トラーノックも用意される。なお全車 7G トラーノックと呼ばれる7足 AT との組み合わせとなる。チェアマンは英語で議長、会長を意味する。また、高級車に乗ることの特別な自尊心と誇りを与えるという意味を示していると同時に H は、はいの W は、 ワールドクラスのそれぞれの頭文字を表している。ありがとうございます。